コロちゃん、次はコロちゃんの大好きなシャワーの時間だよ。シャワー、えい。親方、空から可愛い子ちゃんが。いいですか皆さん、私は水遊びをしているわけじゃないです。温度調整をしているだけです。決して遊んでいるわけじゃないです。皆さん勘違いしないでください。いいですか、私は遊んでいるわけじゃないです。水遊びをしているわけじゃない。今からシャンプー液を泡立てていきます。皆さん勘違いしないでください。私は水遊び、泡遊びをしているわけじゃないんです。決して遊んでいるわけじゃない。もうすげえ泡立ってきた、泡立ってきた。コロスケ、君が大好きなシャワーの時間がやってきたよ。シャワー、君が楽しくて暴れ回る姿がとっても楽しみだ。どうだ、とっても心地いいだろう。最近夏バテだっていう君のためにお湯の温度をいつもより低めの37度にやってやったのさ。あれ、コロスケいない。どこ行った、コロスケ。コロスケ、なんか謎に手の中にスマートな犬がいるけど、あれ、コロスケどこ行った。コロスケどこ。必殺アクアジェット。今からコロスケに泡をつけていきます。私初めて犬をシャンプーするときにすごいやりたいことがあったんですけど、すごい胸に希望を膨らませて、今からシャンプーする犬をこれぐらい泡立ててモコモコにしてやるって思ったんですけど、無理だった、こんなのできん。泡を全身につけていきます。え、ちょっと待って、コロスケ、お前小顔すぎだろ。お前顔のパーツに対しての顔の小ささ、これおかしすぎませんか。人で言うとこういうことですよね。君の未来を予言しよう。君はシャワーが終わった瞬間に私にアクアジェットをぶちかましてくる。早くバスタオルの髪を。ブワー。だがもう一度未来を予言しよう。君はもう一回私にアクアジェットをぶちかましてくる。ははは、見たか、このバスタオルの力を。